はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、サクスペ4周年記念パワーアップ祭りですね、教科俊英高校でやっていきたいと思います。で、教科俊英高校っていうのは、エリートが集まる高校になりまして、世渡り上手持ってんのかで、エリートというのはですね、結果が全てなんで、要は試験を満点で通過できれば、正直練習なんてしなくて大丈夫なんですよ。なので今回は彼女キャラ中心でデッキを組んでます。で、まずは上限アップ系ですね、ミート上限アップの角ちゃんを入れて、補給上限アップの、相良さん、そして、ユッキーですね。ユッキーは、肩上限アップが、追加でつきましたので、肩上限アップのユッキーを入れて、あとは赤マセちゃんで総力上限アップですね。ちなみにあすみちゃんだっけ、あすみちゃんのパワー上限アップはつけてないです。で、やっぱり独身術は欲しいんで、独身術プラス守備上限アップの鈴木を入れてます。で、井戸端回避用にみおちゃんを連れてきてます。みおちゃんはそもそもね、デートイベントも経験点高いので、かなり優秀なキャラですね。もう最近ほとんどみおちゃん入れてるという感じになります。本来はね、新アーティストが取れるような環境だとさらにみおちゃん輝くんですけれども、今回はちょっと新アーティストは狙わない方向でいきます。で、いきなりみおちゃんコツいいな、パワーヒッター欲しいな。でも評価月ね、よし来た、パワーヒッター最初に来てくれるとマジ楽で、天才確定会はちょっと失敗したんで、っていうか普通に試験だけやってたら監督評価足んなくて、負けたんすよ、地方大会でなので、今回あれがついてるんで、世渡り上手がついてるんで、そこはちょっと楽になるかなというのがあるんですけれども、監督評価は1、2回多分気にしなきゃいけないですね。で、ここで角ちゃんが回復してくれるんで、かなり楽になる。お守りはもう必須ですね。なので監督で、みおちゃんよりはちょっと一回監督やりましょう。一回やって様子を見る。よし、これでだいぶ上がったんで、あとは彼女の評価を上げていく。で、ユッキーはね、練習後の追加イベントが結構美味しいんで、評価芸ついでに狙っていくというのはありだと思います。ユッキーでしょ。で、ここは鈴木か、鈴木のコツも欲しいんだよね。で、せっちゃん乗った、ユッキーで行こう。ちょっと今回まずは評価を上げていく。招き猫を持ってきてないんで、天才の入部届を持ってきて、あとはお守り持ってきてるんで、これでかいよね。本当に経験点もでかい。みんなの評価をね、平等に上げていけばいいでしょう。つのちゃんで、つのちゃんはね、できれば後の方に来てほしいよね。ミート直上げされるんで、できれば突破まで上げ切りたいんだよな。というわけでユッキーでいこう。よしよしよし、これ追加が起こってくれるかで、だいぶ違うからね。雑用、あとここで人が来てくれるか。流し打ち、告白、これ上。とりあえず誘えるようにはなって、これさあ、デート誘えるんだ。でも雑用は雑用でコツが入るけど、これコツ1だよね。すげえいいコツが来てくれたらそれは美味しいんだけど、ちょっと雑用期間デートしよう。だってこれ監督評価上がるわけでもないしね。で、デートはやっぱり早めに消化しておいた方がいいと思うんで。評価上がんないユッキー、そう、最初評価上がんなかったな。で、ここは悪球のコツでも取っておく。上にすると何くれんだっけ。体力は正直減っていい。あ、競争心くれるんだ、ジャストリーヤーで。ツボ剣はやろう。ちょっと経験点をね、やっぱりかき集めなきゃいけないんで。パワコーと違って別にイベント経験点が増えてるわけじゃないん でユッキー2回目とかで下がるんだっけ。ほら下がった。ちょっとユッキー気にしていかないとね。これやろう。
よし、オッケー。これだいぶ上がるんで。失敗することもあるけど。失敗すると技術しかもらえない。まあ、マイナスにはならないんでね。ユッキーもね、評価上げるのは大変だよね。そう、シビコツもくれるし。で、世話焼きマネージャーはどうしようかな。相良さんの評価上げとくか。ここはチームメイト評価が下がるっていうことは、ミオちゃんの評価が下がるってことだからね。で、4回目のデートでまだ星3だからね。これきついな、やっぱり。で、ここはコツが変わるだけなんで、上でいいや。逆境。さて、ちょっとそろそろ上げますか。弾道はやっぱり3欲しい。で、ミートが C にできて、パワーは D やれば十分。で、精神が足りないから、ちょっとミートは上げきれないんで、これでいきましょう。で、デート。あ、あと呼び戻しか。呼び戻しってまだできてないか。てか、ユッキー。もう終わるんだけど。余裕ができればね、それはそれで全然いいんで。で、ここはずらして落とす。上だとアイコンタクト。下で代打の神様。よし、ありがとうございます。で、ここは距離を伸ばす。評価を上げていく。かつ経験点も回収する。で、呼び戻しがここでできるようなのか。ミオちゃん呼び戻そう。てか、もう2人とも早々に呼び戻す。これ一応監督評価は上がるんだね。で、初回の試験からもちろん満点は狙っていきます。それがエリート4点。ホームランが打てないとちょっと厳しいよね。 OKOKOK。 で、天才の入部届持ってるんで、もうこの段階でも結構能力は高いんで、やっぱできれば40点は取っていきたいです。あと関係ないけど、この試験って結構打撃練習にはなるんですよ。早かったな。打撃練習になるんですよね。40点狙ってやる。変化球がね、結構3種類持ってるキャラがほとんどなんで、しかも444で球速がそんなに速くないんで、変化球を打つ練習にもなるんで、まあ、ちょっと打撃がね、まだ苦手だなっていう人は、ここの初回で40点を安定して通過できるようになると、まあ、かなり打撃の腕前は上がってると思ってもらっていいんじゃないでしょうか。だって昔の俺の動画なんて、ちょっと初回は40点狙えないですって言ってたからね。続きも戻して、せっちゃんの告白も受けて、で、今度はせっちゃんのデートを進めていく。おお、いいね。告白、告白。これがエリートです。エリートは、待ってれば、女の子から告白してくるってか、相良さん、そもそもさ、だよね。評価足りてないよね。つのちゃんも足りてねえわ、よく考えたら。だから、待って。なんか、デート言ってたけど、まず、評価を乗せる。これ重要。追加なしか。で、みおちゃんももちろん乗ってる。で、つのちゃんもちょっと一回やるけど、ミートを上げたい。できれば S にしたいんだけど、足りねえな、全然足りねえな。まあ一回やるか。よし、追加が起こってくれた。あとは相良さん、まだか。やろう。これで大丈夫じゃないかな。ロードワークには出る。一応ちょっと3つ、つつのちゃんは乗った。鈴木とかさ、足りてねえんだけど。じゃあデートしよう。誰？まあ、みおちゃんでいいか。これ、ユッキーになる。評価的に。でも、こっからまたみおちゃんが上がっていくからな。アドバイスを聞く。これ、評価上がるからね。結構おいしい。で、12月3週。精神が足りてないのか。
ちょっと呼び戻す。カラスマいけるよね。ちょっとパワーを C にするか。じゃあ、あ、まず一般人を呼び戻すのか。そうそう、これで手当たり次第呼び戻しての。これってさ、何がいい？遠慮するとどうなる？評価が下がって精神もあった。もう小平の評価でどうでもいいや。代打、あれ俺代打の神様って取ったっけ。あ、取ってねえか。軽っ2だしね。代打骨だとマジ軽いな、代打の神様で。相良さん監督評価もう大丈夫だな、これ多分。多分ね。じゃあせっちゃんを進めていきますか。からの覚醒王子、これは1回目か。これで鈴木の評価も上がっていくんで、まあ、いつかはタッグが組めるようになるでしょう。もうタッグは組まなくていいんだけどね、正直。なんだって中吉か。まあまあまあいいでしょう。で、呼び戻しのカラスマをどうするかな。もうやっちゃうか。呼び戻せるときに呼び戻しておこう。あれ俺パワーヒッター、コツは最初にもらってまだ取ってないのか。まそんなもんいらんけどね。パワーヒッターなどなくてもホームランに持っていく、これがエリートです。カラスマ、お前は所詮エリートではない、ただの一般人だ。よし、ここで経験点もらえるんで、でさらに試験か。さっきカラスマとの勝負でエリートっぷりを見せたけど、もう一回お見せいたしましょう。振り遅れたけどね。持ってった大台だ。やる気がなさすぎる。うわー、やる気がなくてストレートがすげー遅いんだけど、120キロとか。ストレートばっか投げてくんな。やる気ないからもうなんかこれでいいやみたいな。結構真ん中に集中するね。マジでこいつやる気なさすぎる。大丈夫かお前、コーチの評価多分めちゃ下がるぞこのままだと。コーチはやる気ないやつを見抜いてくるからね。しかし俺は容赦しない。それがエリートとしての責務だ。一般人に教え込まなければいけないからね、野球は何たるかを。インコースで、ちょっと見てあげよう。これで100にする。つのちゃん頼んだ。てか臨床めっちゃあんな。え、これ技術精神が今不足してるね。だいぶ不足してるね、まあ、多分そう。あー、コーチ1回っていうか鈴木のコツが1個欲しい。てか広角打法が欲しい、もっと厳密に言うと。速攻か、余裕です。え、てかこれさ、コーチの評価もさ上がるの。よし、つのちゃんすげえいいタイミング上げといてよかった。いやいやいや、俺も好きだよ、俺も好きだから。ミート上げて、よく言えるよな、俺も好きだよなんて。じゃあせっかくだからちょっとつのちゃんデートしますか。これだと相良さんか。相良さん乗ってるよね、そもそも。ちょっとちゃんと見よう評価を。猛特訓、これって評価上がるんだっけ。失敗しやがった。ちょっと見よう。世渡り上手。相良さんは乗ってるね。まあ乗ってるんで大丈夫っしょ。コーチ狙えるかなこれ。ミオちゃんはもうパワーヒッターいいや。結構筋力は余裕だから、じゃあ下から順番にデートしていきましょう。であとデートを仕切って評価がどうなってるかを見る。ツボケンはもちろんやる。
いやー、技術ここでもらえるのはかなりでかい。じゃ2回目ずつ、つのちゃん。でもちろん買う。で、バレンタインはみおちゃん。みおちゃんのバレンタインはマジでいい。経験点高いから。で、みおちゃんが2回目。で、やってるうちに多分さからさんが告白してくるでしょう。待ってれば告白してくる。それがエリートです。貸しなんだからね。どうしようかな。ぶっちゃけさ、さからさんって前イベなんだよね。いやでもまだ2月の3週だから大丈夫っしょ。あとだってこの2人くらいでしょ、イベント起きてないの。つぼけん終わったし、告白もだって終わったから、みおちゃんがもうイベント消化しきったから大丈夫。でここはむしろ嬉しいからいいよ。上だとスイープになっちゃうんで、ちょっとやっぱり重いかなと思います。で後夢の鈴木はまあ消化できるっしょ。招き猫を持ってきてないけどね。まあ彼女キャラっていうことでイベント回数は全体的に少ないんで、まあ、それは大丈夫だと思います。むしろお守りの方が必須になるんで、評価上げのために。イベントがでもあんまり遅すぎるとさ、出と詰まるよねやっぱり。でこれはどれ、下にしとく。あっ、窮地で才賀との勝負は正直10点取ればあとどうでもいいんで、10点取ったらサクッと終わらせましょう。はい、7、もう1本終わり。でここも辰巳コーチの評価上がるのか。いいね。コツはみおちゃん。あれ、ユッキー乗ってなくね、評価。よく見たらやんなきゃダメか。パワーがあってやっぱ技術が少ないな。ちょっと一回 C に揃えますか。 C まで持っていける、これ。いや守備力のコツくれてかなりいいぞ。てか精神もちょっと微妙。精神と技術が足りてない。相良さん、ちょっとマジで告白してくんないかな。でみおちゃんが3回目。これでみんな3回だね。どうなんだ、あと何周残っててどれだけデートにこなせばいいのかっていうのを全然把握してないから。めっちゃデート進めてるけどさ。ユッキー足りてない。ちょっとつのちゃんも終わらせよう。つのちゃんも5回終わらせて評価が足りてるのかだけ。っていうか来たよ。そう、カラデート評価がめっちゃ上がった。これ絶対大丈夫だ。評価的な話ね。だからやっぱ怖い。つのちゃん終わらせよう。でつのちゃん最後でも評価がドカッと上がるんで、まあさっきのね、カラデートを踏まえればちょうどよかったっていう感じですかね。鈴木かやりてえな。これはちょっとやっておきたい。コツ何取ったんだっけ。速攻取ったんだっけ。速攻があるね。ちょっと速攻潰しちゃおう。1回なら大丈夫っしょ。1回どころじゃないけど練習か。まあ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 、体力最大値とか今のところそんなにいらないからね。じゃあつのちゃんをちょっと終わらせます。でみおちゃんは最悪4回でもいいし、せっちゃんは4回目で金徳くれるんだよね。4回でいいのかな、そこら辺がよくわかんない。で挑発掴んで、しかもかなり掴んだな。ここでまた監督、余裕があればちょっと監督狙っていきたいけど、左キラーが取りきれないんだよね絶対。ちょ待って、
エリートとしての。ちょ、慢心が今出たな。エリートだから大丈夫っしょみたいな。慢心をしない。それがエリート。容赦もしない。大平。きちんとボール球も見極める。それがエリートです。てかむしろさ、もうボール球投げないでほしいんだけど、時間かかるから。いや、だいぶコントロール落ちてるね。やる気絶不調で。あと2本ホームラン的な話ね。ちょっと待って、あと1本ホームラン、ヒットは2本。ちょっとやるなお前、なかなかえぐいとこ投げてくるな。いや、でも大丈夫、余裕はある、エリートだからちょっとギリだね。いや、でも9点ってだってホームラン1本でも7点だからね。2本分の余裕があったってことだから。連打、よし。じゃあこれでつむちゃん乗ってねえのかよ。せっちゃんはさすがに大丈夫でしょう。てか相良さんマジかっていう感じ今のとこ。早く来てこないと、そもそも完璧にデートしたとしてもデートしきれないっていう可能性があるからね。チユ、お前相良さん最悪。え、一回やっとく練習。一応評価的なものも怖いし。いや、招き猫ないって本当にこういう状況を陥るんだ。ここでアーチスト取ります。で、筋力かなりあるんで、ちょっとアーチストつかみましょう。相良さん、てかコーチやろう。コーチって評価どこまでいけばいいの。覚醒王子、一応ここを通過しなきゃいけないっていうのはあるからね。全然全然確率高い本当に。ああ、これちょっとやめとけよかった、切っとけよかったよ、つものイベントマジでこれが響いてきそうだな後々。本突入いらねえ。鈴木くれ、コツをくれ。効果、守備職員しまった。あ、そっか、あれか、まだやれる、一回やれるよね。もう無理っす。総力ブースト、左キラー、ちょっと左キラー無理だよ正直無理。いや重い。基礎能力を上げていきます。いや辛い、技術辛い、印象も何気に辛くなってきたな。ちょっとオールウェイにしたいけど印象がやっぱ足りてないか。一応パワーも A にしちゃおう、見た目的な話で。これやばいぞ相良さん、マジでやばい。でユッキーも乗ってない。せっちゃん最後で乗ってくれ。でせっちゃん最後のなんかイベントでようやく来たか。これもうガチデートだな。でももう監督をね掴んであるからね、ここはかなりでかい。よし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 、ちょっとユッキーを見つつ、ユッキー一回やって評価上げてけげてもらって、カラスマに付き合ってもらってデートする。ちょっと待ってね。で、ミオちゃん最後、最終的に置いといても大丈夫だから。で、相良さんは、カラデートがないはず。で、あと評価がどうなるか。デートだけで要は持っていけるかどうか。一回練習してやるからね。結構ギリだぞ、これは。で6月4週、もうここは余裕で通過する。
エリートだから、エリートはうろたえない、すべて計算づく。大平やる気が戻ってんな。エリートとしての俺の姿を見てやはり目覚めたか野球に。しかし現実は残酷だ。やる気が出たところでお前と俺との実力差が埋まるわけではない。むしろ実力差は開いている。俺はもうアーティストを手に入れたからな。まあしかしこの俺の姿を見てあいつになら甲子園託せる、そう思ってもらえればエリートとしてこれほど嬉しいことはない。満点、これが真のエリートです。いやこれさ、本当に今回ガチで良かったのが夜当たり上手、夜当たり上手マジでいいわ。全然コーチと練習してないけど普通になんかいけたからね。ピンショーちょっと直上げしてくれるんだよね、せっちゃん。で6月の4週でしょ。すいません、ちょっとキャプチャーというか容量がいっぱいになっちゃって多分途切れちゃったと思いますけど、試合ですね。しらす、ちょっとこれ打てない、打てないというかいかない。で、多分7月の1週何したのかっていうのが見えてないと思うんで、6月の4週でちょっと途切れちゃったっぽいんで、7月の1週何したのかっていうと、もう俺にも分かんない、覚えてない。デートしたんだって、ユッキー、そうユッキーと練習したんだ。ユッキーの評価が足りなくてユッキーと練習して、で追加イベントが起こってくれればよかったんだけど何にも起きなくて、評価が足りてるかどうかよく分かんないっていう状況です。そういう状況のもと試合に臨んでます。エリートは上の空でも大丈夫なんで、女の子のことを考えながらも試合をこなす、それがエリートで、ユッキーは乗りましたと大丈夫。あとは相良さん2回デートして、最後にミオちゃんとデートして甲子園へ行きましょう。であと総力が要は100にしておきたいんだけど、それはもう無理な話だね。せっちゃんに直上げをしてもらいたかったんだけれども多分行かない。さてこれで逆襲掴んで、経験点的にはやっぱ足りねえわ、ほんと足りねえわ。23か、まあいいか、ちょっといけるところだけやっておこう。敏捷がガチで足りない。いやちょっと厳しいね、敏捷を使わない金徳なんかある。特進術取ってねえし、逆襲取っとくか、3だし。で守備職取ろう。で逆境はなんか取ってる気がすると代打の神様昇級、大番クラスもいけるか。取るもんちょっと取っとかないと、左キラー無理だいやでも最後のエピローグ経験点は結構くれるはずなんで、要は鈴木以外全員くれるんで、まあ1人100だと平均してね、1人100だと仮定して500ポイントか、全部で。第9投げた初球を打ちました、取ってアウト。こいつら2点取れて3点取れてやべえな、さっきの点取れなかったの痛い。トップバッターは赤い、第1打席はライトフライに倒れています。第2球、牙はもうマジでうまくバッケ、やばい、これはマジでやばい。センター掴みました、点を取ってくれマジで、攻めて。大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で赤い、今日はライトフライとセンターフライ、やべ、散ったよ。よし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 、やった、しかも牙交番してる。ワンアウト満塁という場面で赤い、俺は何のためにいう、あぶねー、これが、ちょっと待ってマジかよこいつら。先頭バッターは赤い、俺が不甲斐ないばっかりにとりあえず同点にする。耐えろ、耐えるどころか、ちゃんと逆転してくれたわ。
ありがとうございます。本当にエリートとして不甲斐ないです。申し訳ない。誰が点取ってくれたんだろうね。そこは本当にありがたい。さくらさん乗ってねえじゃねえかよ。どうする、空デートする。いや、いや空デートするよりは甲子園で練習する、さくらさんとで乗っける。この経験点は美味しいんで、やっぱり。でせっちゃんなんかどうしようかな、下にしとくか。総力1上がった。本当はここで101にしたかったんだけどね、できなかったわ。総力足りない。いやーマジか。やっぱ全体的な多分ね経験値が少ないんだよこれ。ユッキーはいるけど、これ相良さん怪しいね。そうするとでかいっていうか痛いからな。1個落とすだけで、てか評価1段階落とすだけでなんか半分くらいになるからね。これパワー上限アップどうだったんだろう、いけたかな。俊英先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁。やっぱミオちゃんがいるからね、筋力には割と余裕があったけど、同点で迎える2回。もうこっからはマジで満身はしない。エリートとして、てか俺3番なんだこの実力でも。第3球はインコース引っ張った。4番最下か。そうすると多分第4球を投げました。ストレートはもう外角低め。さあ5球目打った。これは確実に勝つ。それがエリートの高校です。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは赤井、今日4打点。ピッチャーってこの高校強いキャラさ、俊英ね、カラスなんかミスるな。カラスマしかいなくね。カラスマ大して強くねえし。逆襲、確実に逆襲する。それがエリートです。5点取られてんのかよ。炎上する高校って結構大変だよね。点取っても取っても炎上するから。いない、マジでいない。貧瘍しかない。ちょっとでも貧瘍ポイント稼がないと。でこれちょっともう相良さんは捨てる、ないものとしてやっていかなきゃいけないんで。これで呼吸が乗って、独身術とかも取ってないからね。言っちゃえばまだまだ経験点は必要。あと一応ね、もう一つの課題があって、1万点チャレンジを達成するっていうのがあるんですよ。こいつなんでやたら右にいるな。ピッチャー側から見ると左か、立ち位置左みたいな。なんか振り遅れるね。やはり満身がある。満身捨てる。そうすれば打てる。リードで迎える5回です。ツーアウトランナー。どうしても経験点の絶対量は必要なんで、上限アップとか金徳を取るとかっていうのを考えると。今日2打席連続でホームランを放っている。じゃあ理論的にこの高校は理論値としてどこまで経験点を伸ばせるかっていう話なんですよ。でここの経験点を伸ばす方法ってもう決まってるじゃないですか、上限が。あの練習で経験点を伸ばす高校じゃないんで、要は試験を通過するんですよ。で試験って結局回数も決まってるし上限も決まってるし、だそこを上げるってことはできないんで、それを考えると、じゃあ佐賀さん 8% 7どうだ。一応見よう、最後に評価どうなったかなってデータで。その他関係者乗った、とりあえず乗った。あの星が埋まってれば大丈夫なんで。じゃあ最後の試合、ちょっと待ってね、経験点が溢れちゃうと困るんで、そこだけ4番とかさばいときてんだけどな。本当は筋力だけ気にすればいいのか。独身術も取れないしね。
金徳はあと抑えてないのって何？大盤クリアさ、広角打法普通に欲しいんだよね。左キラーも取れないしな。何が足りない？技術が足りないか。400だったら溢れないかな。ここで技術119使うのはちょっと怖いんだよね。だったらプルヒッターでも取っとくっていう。4番ってさ、コツつかめるじゃん、1で。それをでも、158、30か。110くらいになったと思うんだよね。40ポイント。いっか、4番取っちゃうか。これで溢れないでしょ、さすがに。てか、400でも溢れないと思うんだけど、前回溢れさせてるからね。割と。試合経験点ボーナスがいるわけではないんで。初球ストライクは第2球、外角高めの直球はボール。第3球はカーブはボール。第4球を投げた。これはよし、 OK。 フォーク、ボール球からストレートに入る。フォーク、てかもう5点取られてるよ。マジ何なの、カラスマとか言って。ワンアウトランナー一塁という場面。これどうだ、おお、落とした、エラーか。記録はセンターのエラー。俊英、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー二塁という場面で、初球打った、セカンド強襲。ちょ、もう一本、もう一本。俊英、今少しでも経験点が欲しい。だから先頭バッターは3番、お前には犠牲になってもらう。打った、強い当たり。もう一回回ってこないかな。てかさ、負けてるし。俊英、この回はクリーンアップからの攻撃になります。同点にする。先頭バッターは赤い。それがエリートとしての責務。第2球、この9回裏投げた。ルイに出ただけ。破った、勝った。これがエリートです。いや、結果が全てだから。エリートは練習しないとかそういうの関係ないから、試験を通過して最後に勝てばもうそれでエリート。1位じゃないんだ。3位か。で、まずミオちゃん、力は入らない。なんかミオちゃん最近失敗すんな。で、ツノちゃんも97。1人100なんてくんなかったわ。100弱だな。100にはいかない。ユッキーって最後別に何かくれるわけじゃないんだね。 PSR プラゴンなんないと100はもらえない。100は超えないんだ。というわけで、いや、4番取んなかったら溢れてたわ。左キラー取れっかな。ちょっとまずは一回ある金徳だけ抑えます。左キラー、ちょっと待って、守備そもそも行ってないじゃん。ちょ、101101101、一応これ止めとこう。で、左キラー取るでしょ。あっ、敏捷が、いや足んね。ちょっと待って、一回ちょっと全部やって、まず総力をちょっと101にするでしょ。で、挑発通るでしょ、独身術通るでしょ、あとは左キラー、あれさっきなんで足んなかったって。守備力だ。ここで101でしょ。あ、そうすると足んねえんだ。敏捷全然足んねえわ。いや、敏捷だけやけに足りてないのか。じゃあ、まあ一発逆転取るでしょ。じゃあパワー S に持ってけんな。左キラーはやっぱ無理だったね。ちょっとまあコーチから経験点をもらったということでよしとしますか。チャンスはじゃあコツつかんであるんでもらいましょう。阿部ひも取りたいは取りたい、っていうか広角打法取ろう。で、流し、粘り、敏捷を使いたくない。ホーム突入で、いつの間にか筋力がだいぶ減ってんね。じゃあ困った時の打球伸びで、あと連打を取れば結構いい感じで、競争心、あともうちょい技術使うやつ、アベレージヒッター、これで OK。あとは球チーム取っとく。これでいいでしょう。経験点的にはこのさばき方が
まあいいと思います。総力ブーストとかもう取れないよ。臨床ポイントが足らなかったね。というような感じで、一応やっぱ強化周辺はなかなか厳しいよね。経験点の絶対量がどうしても届かないんで、天才使ってもまあこのくらいかというようなところですね。まあそんなわけで、一応まあ練習っていう意味、試験でね40点初回で40点取れるようになると、まあ、打撃はかなり、向上しているというふうに思ってもらって大丈夫だと思いますので、まあ、まだね始めたばっかりの人とかでなかなか俊英高校で全部満点取れないという人は、これで回して、打撃の向上に、努めていただければいいんじゃないでしょうか。ということで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。